ははい、い、えー、こんにちは心理学のおでですす、えー、第2回目ですね入力していいのかわからなかったの分からなかったんですみたいなのがあったんですけど自分のメールアドレスを入力するんですよ人のメールアドレスを入力するのはほとんどテロですからね意味が分かったあのメールアドレスを入力してくださいって普通の自分のメールアドレスを入力します何でもいいですよえっ、ー、とまあそれ何人かいらっしゃったんですよね Gmail を入れてみましたかみたいな。あ全然自分の、あの、あ,のあれなんで、えっ、ー、と、課題を提出したよというのが自分の手元に残った方がいいんじゃないのっていう、ちゃんと提出できてるよっていうのをご自身で確認していただくための、その開始のメールが届くアドレスなんで、自分で見れるアドレスだと何でもいいですよってことです。あの、フォームランの、課題のフォームランのことですね。えっ、ー、と、 あとなんだろうな。心理学は人気授業。あ、ちょっとコメント読んでますけど。え心理学は人気授業で、一年次は抽選に落ちてしまいましたが、やっと履修できる嬉しいです。半年間よろしくお願いいたします。あ、ありがとうございます。そうなんだ。えっと、すごいですね。諦め、諦めないで、えっと、履修していただいて、ありがとうございます。 自分,祖父も自分の祖父も他も界してしまいましたが自宅の一角を相談室として心理学の先生をしていましたなので人一,一倍この分野には興味がありこれからの授業が楽しみですおおすごいですね心理学で生きておられた、えー、方なんですね先生はとても優しそうな人だなとオンデマンドではありますが分かりましたどうだろう <laughs> 早速先生のツイッターとインスタグラムをフォローしました ポケモン GO のフレンド申請もしておきました。ギフト送り合いましょう。あ,あそっか。Twitter とかインスタとか、はい、ありがとうございます。お互いポケモントレーナーとして頑張って生きていきましょう。えーっと、なんだっけ、メッ,セあのメッセージ欄に、ね、すごい丁寧な文章なんだけど、えー、丁寧な文章でわざわざあの冒頭に幼い先生って書いてこうくれてる方がいたんだけど、その幼いが小山内になってた。それはわざとなのか本当なのか。すげえ丁寧な文章。なのに、 どうなんですかねわざと間違えてるんですかね <laughs> 単位落とすぞ。嘘です。<laughs> そんなことで落としませんけど。えー、なんか疑心暗鬼になった。俺の心を揺さぶったっていうことで、心理学者の心を揺さぶったっていうことで、なかなかすごいなと思いました。えっ、ー、と、褒めてます。じゃあ今週もよろしくお願いいたします。